まず昨日はですね、両国ピーターパン2016世界で一番暑い夏、5394人、超満員のお客様に来ていただきまして、無事成功させることができました。本当にありがとうございました。メインではですね、すごい激闘の上、石川修司選手がチャンピオンの竹下幸之助を破り新チャンピオンとなりました。まずは、石川選手の方から昨日の試合を振り返っていただきたいと思います。札幌で、竹下に負けて、その竹下に、両国という大きい舞台で、まあ、リベンジできて非常に良かったなと。で竹下はやはり、まあ、自分と倍ぐらい離れた女子の選手ですけど、非常に強くて本当にやっててやれないがある相手でしたね。はい、でもそいつと戦って勝つことができて、非常に本当に良かったと思います。で、これからもですね、このベルトを、一生懸命守って戦っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。何やってんの？ちょっと、うわお前、エビフェス拾ってんじゃねえお前、直せよ、マック直せよ、お前、ちょっとマック、これ石川さんじゃないか、とどかんですよ、これ。終わってんだ、お前。なんで俺マック直すんだ、これ。お前、俺、ちょっとやりすぎだろ、お前だろ、それ。直せよ。どこしよう、引っ越しよう。これ、あの、ハサミ。おい、マスコミやな、おい。これからは、おい、この大巨人の時代だ、おい。待ってんじゃん、おい。おい、竹下、おい。てめえみてえな、B級レスラーの時代は終わりだ、おい。なった、おい、座って。なんだろう。すいません、ちょっと。次のタイトルマッチなんですが、9月25日、後楽園大会で行おうと思っております。その挑戦者なんですが、昨日のエンディングで、まあ、様々なレスラーが挑戦表明をしてきました。そこであの佐々木選手の方から、次の挑戦者は9月3日次回の新宿フェイス大会で決めるということを言われましたけども、一体どういった方法で決めるんでしょうか。まあチャンピオンが直接戦って、決めるとか、いろんな方法あると思います。それはこちらにまとめておきます。お前よ、チャンピオンは試合をしない、 B級以下のゴミレスラーを、特別席で見て挑戦者を決める。どういうことですか。そういうことだ。いやいや、試合しないんですか。する必要ないだろ。で石川さんがこの特別席で、あの試合をせずに見てその中から決めるということですか。そういうことだ。いや、まあ、いいんですけど、まあ、いいんですよね。え、これ全部の試合で見るんですか。全部。いや、疲れるよ、ね、普通に試合した方が楽。座ってるだけだろ。でも、2時間試合作ってるってしんどい。どうします。全部、うん、見て見て決める、チャンピオン、はい、決める。まあ査定するということですよね。わかりました。じゃあそれでいいんですよ、チャンピオン。まあいいやがいいね。わかりました。じゃあ9月3日石川選手の方には、まあ、特別席で全試合見ていただき、当日参戦した選手の中から1人、次期挑戦者を決めていただくということで、決定させていただきます。それでは何か質問などございましたらお願いいたします。ですね、まあ、昨日のそのエンディングでは、まあ、原島選手、坂口選手、工藤選手、樋口選手、まあ、あと大川選手や島谷選手は結構猛烈にアピールをしてたと思うんですけども、うん、なんか今のところこう有力な候補っていうのは石川選手の中でいらっしゃいますか。島谷ですね。島谷はちょっと島谷じゃあ査定する必要ないじゃないですか。いや島谷は本当ちょっと勘弁してほしいんですよね。まだあの自力で勝利したこともないですし、石川さんと身長差1メートル以上ありますよね。ちょっとあの
ちょっと1メートル弱だ、ちっちゃいと思ったら1メートル弱だ、95センチぐらいそんなもんじゃなかったんちゃう。いやだからちょっとさすがに、まあでも一応、まあ、9月3日島谷の試合を見てそれでも島谷がいいって思うのであれば、まあ、島谷に選んでいただいて構いませんけども、とりあえず今のところ、まあ、島谷はちょっとなしでお願いしたいと思います。はい、続いて KOD タッグ選手権試合についての会見を行います。まずですね、昨日両国大会で、ここにおりますスマイルヤンキーのお二人が、前チャンピオンバッコミズを破りまして、新チャンピオンとなりました。そしてですね、この佐々木大輔、遠藤哲也組が、リク統合マイクベイリー組という非常に強力なタッグチームを破りまして、私の方で次期挑戦者として、このチームがふさわしいのではないかということで9月25日後楽園大会におきまして、スマイルヤンキー対佐々木遠藤組のケオリタッグ選手権試合を決定させていただきました。それでは一言ずつ意気込みのほどお願いします。まずは挑戦者組お願いします。まあ急にこのタッグ選手権挑戦が決まりまして、私今日豊島園に行く予定だったんですが、キャンセルして会見に来ています。すいません。はい、そういう気分です。あの、まあ、年前のことはいいんですけども、この作戦に向けての意気込みをお願いします。年前に行きたいです。それで、はい、はい、じゃあ遠藤選手お願いします。先月からですね、先月にカリスマが私をダムネーションに誘ってくれて、カリスマには感謝しか持ってないので、このタッグベルト、カリスマのパートナーとして必ず取って、そしてこのタッグベルトを持って豊島園に行きます。豊島園には行きたかったですね。行きたいです。はい、じゃあチャンピオンチームお願いします。はい、昨日ベルト取りました、チャンピオンにねスマイルヤンキーがなったんですが、最近ねダムネーションをねやたらと勢力を拡大してるなと思ってて、まあちょっと、まあ、勢いもあるんですが調子に乗ってるなと、スマイルスカッシュとしても一位になりましたんで、ちょっと拡大していきたいなと、せっかくベルト取ったんで、ね、これを機にねどん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 幅を広げていきたいなと思います。あと、まあ、これは私事なんですが、私は豊島園のためにサムライテレビの取材を断りました。それは、はい、あの約2兆円の、あ、プロレスのすねですよ、ね、はい、そうですね、はい、はい、断りました。はい、芝居の方が大事だったんで、以上です。はい、どうです。はい、原島さん、はい、まず、まあ、サッカー豊島園ってみんな言ってるんで、佐々木豊島園はプールに来たり、遠藤はプールに来たり、遠藤、ベルトを取ってプールに行くとか言ってるけど、プールの営業は8月31日まで取った時点でもうやってないからね。勝手に営業しない、プール水のないプールにも入ってくれたらいいから、もうプールの営業はね8月31日までなんで、皆さん気をつけて。ちなみに明後日俺プール行くからね。くそまずね、まあ、対戦相手、まあ、この2人に決まって、まあ、まあ、僕はね、相手は誰でもいいとは思ってたんだけれども、佐々木には信頼を落とされたこともあるし、遠藤には丸め込まれたこともあるし、個人的にね、やり返されて気が済まない相手なんで、願ってもらえるチャンスなんで、2人をボコボコにして、ベルトを防衛します。
それでは何か質問などございました、両チーム、あの高木チームの印象をお願いします。私ですか、はい、そうですね、まあ倉島さんに関しては B 級以下のゴミです。まあ宮本さんは私は尊敬して崇拝してますので。え、はい、じゃあ今度豊島園一緒に行く豊島園は一緒に行きたいです。そんな感じです。チャンピオンチームどうでしょう。どうかね、印象じゃあ、まあ、でも勢いはもう持ってこいですよ今一番。 DT で終わるっていうね、一番目立ってますよね、ここで勢い乗らせるとスマイルスカッシュとしても、問題あるんですよ、それ勢いを乗らせないためにダムネーションはその売れない、こびない、結婚しないをなんかテーマにしてるみたいですけど、先ほどからなんか一緒に豊島園行くとか言ってなんか群れてるイメージが違う。別々で一人で行くんですか。一人で行くの豊島園。寂しいだろ、それは群れないと思う。個別行動、はい、他にはございませんでしょうか。豊島園にこびてるっていう認識はないですか。豊島園にはこびてます。お世話になってますこびてるじゃないですかお世話になってます。夏はプール行くの当たり前だよ。みんなプール行かねえのかよ。川で川って行ってもいいと思う。プール行かねえのか。原島さん川派です。川派、自然派ですもんね。そんな原島さんに残念なお知らせだ。何にいけない。これ9月25日後楽園ですね、ここでタッグ選手権をやるということは、原島さんに KOD 無差別級に挑戦する資格はなくなります。いやいやいや、そういうことですか。残念だったな。いや2試合やればいいじゃん。いやちょっと2試合はちょっと現実的じゃないでしょ。いやいやだって1日何試合もやったことあるし、それは全然自分が2試合やればいいけど、タッグと無差別を連続してやるでも大丈夫。大丈夫でしょ。大丈夫だよ。もう、まあ、まあ原島さんこう言ってますんで、タイトルマッチ2つですよ、できるよ。査定すらしませんいやまあ本人がこう言ってますんで、一応候補者の中には入れといていただいて。入れないです。いやでも本人はやる気ですからね。もちろんもちろん、はい、まあ査定するのチャンピオンなので残念でした。はい、まあ、一応原島さん本人はやる気があるということで残念でした。一応入れといていただければと思います。残念でした。はい、はい、続いてですが、昨日高尾颯馬選手が佐藤光選手に勝ちまして、世界ジュニアヘビー級のベルトを奪取いたしました。試合後平田和樹の方から次の挑戦表明の方がありました。全日本プロレスさんと話をしまして、次のタイトルマッチを9月18日、大阪エディオンアリーナ第2競技場大会、まあ、府立第2大会で行うことに関しては了承を得ております。挑戦者に関しては今全日本プロレスさんの方から、PWF に確認中で、今承認待ちという状況でございます。それでは昨日振り返って一言お願いします。はい、まあ、この世界ジュニアのベルトを、取ることができました。ただ、まあ、正直昨日のヒカルさんとの試合でヒカルさんの関節技にやっぱ苦しめられて、まあ、何度も負けそうにはなったんですけれども、まあ、最後は自分が陣取りかけて勝つことができて、チャンピオンになれたことは、非常に嬉しいと思っています。まあでもこれからは挑戦者ではなくもうチャンピオンなので、チャンピオンとして、自分の自身、この価値、ベルトの価値を上げていきたいと思います。はい、まあ次の挑戦を表明している平田に関しては、まあ、平田君が挑戦表明し
してくれたことは、すごい嬉しいと思ってます。まあ、やっぱ自分このベルトを取ったからには全日本さんのリングで防衛戦をしたいっていうところはもちろんありますし、やっぱでも自分のホームリング DDT でこのベルトを応援していきたい気持ちもやっぱり強いので、その表明はやっぱ嬉しいですね。平田君はやっぱチームドリフのメンバーではないんですけれども、ドリフのみんなのように昔から仲がいいので、まあその平田君がこの声を出してくれ言ってくれたことはなんかすごい感慨深いものはあります。ただこのベルトでかけてやるんだって自分は、平田君は昔のように、ギラギラして感情を出してる平田和樹で来ないと意味がないのかなと思ってるんで、その感情を出して、挑戦を出してこのベルトに挑んできてほしいです、はい、それでは質問の方お願いします。今のメガネをかけて踊っている平田選手ではバットは違うっていう。そうですね、メガネがどうとかじゃないんですけど、でもこのベルトをかけてやるんだったら、やっぱ昔のようなギラギラした平田和樹で自分は来てほしいっていうのが一番、強い気持ちですね、はい、その意見、その平田選手に対する思い入れというのは高尾選手の中ではある。そうですね、やっぱ今のメガネでやる平田和樹より昔のギラギラした平田和樹の方が自分は正直思い入れが強いので、やっぱで平田君は自分初めて DDT の若手通信のメインイベントだったのが平田君なの で、しかも人数の少ないところになったので、そういう思い入れもあるのでやっぱりやりたいです、ね、若手通信世代というか、はい、中でやっていたメンバーでベルトをかけて戦うっていうことがやっぱりその思い入れですか。そうですね、あのメンバーでやれるっていうのも嬉しいです、ね、はい。ただじゃあ踊ってくる平田で来るなという感じですか。いや、まあもし来るんだったら別にいいですけど、ただ自分は違うのかなって自分の中はあります、はい、どう来るかちょっと分からないですけど、はい。続いてエクストリーム級のベルトに関する会見になります。昨日前チャンピオンユリコさんに勝ちまして、チャンピオンとなりました蘭食 D の選手、まずは昨日の振り返りもお願いします。どうもプロレスメンタリスト男職人です。いやもうね、私リビコとやって分かったのよ、自分はやっぱりこうリング上で病んでる人間が分かるのかなって。私が勝ったのも当然、まあなんていうんだろう、リングに恋愛とか持ち込むそういうね、正直心病んでるわけですよ。そんな人間はね、やっぱり勝てるわけがない。私が勝ったの当然ですよ、だって病んでるんだもんリビコは。だから私がその昨日の試合でね、それを証明というか解放してあげたと、そういう認識でいてもらえれば、なるプロレスメンタリストの私によって、うん、の治療によってエリコが解放されたという解釈でよろしいかと思います。はい、はい。次回タイトルマッチに関してなんですが、9月11日、うん、広島大会で、行おうと思っております。あ、そのことなんですけど、はい、私ちょっとこれ控え室で見てて、うん、これはやばいなって選手がいるんですよ、メンタリストとしてね。誰？プロレスメンタリストとして控え室を見渡した時に、これは真っ先に治療が必要だって思った選手がいて、それがちょっと逆に示したい。誰ですか？石井圭介、ご存知ですか？石井君。石井はね、みんなやばいって思ってるでしょ。いや、やばいと思ってるよ。みんなが思ってる以上にやばいからね。例えば、いや、その記憶力とか、自分の興味あることにしかもう興味を示さないみたいな、常人離れした記憶力、数字に強いとか、はいはい、そういうのはあるじゃないですか。やばいと思ってます。ヤバさはあるけども、はい、そういうんじゃない、うん、そういうヤバさよりもっと超えた、ちょっと今精神メンタルがちょっとヤバくなってて、うん、で、普通だったら、うん、でもドリフですよ、さっきの高尾くんの話ですよ、うん、ドリフ、チームドリフでね、入江が海外を解散して、はい、そのドリフというものをちょっと存在意義のためにって言ったらちょっと言い過ぎだけど、うん、いい、せっかく解散したんだったら次を目指さなきゃいけない。 その中で入江茂弘は海外を選んだ、はい、で高尾相馬は、まあ、DDT ないじゃない、世界ジュニア夢だったり、世界ジュニアを手に入れたわけじゃない、はい、そうですね。でリーダーの石は何をしてんのか、うん、さぞかし昨日見てて悔しいんだろうなと思って控え室に行ってみたら、うん、高尾君が勝ったってことは歴代のチャンピオンに一人加わったね、勝負タイムもまあ普通の方だったよねみたいな感じになってて、これはやばいと思って、
いや普通悔しいんじゃない、普通それは悔しいでしょうね。だからリーダーとしてやってた人たちがもうすげえ頑張ってるのに、うん、歴代のチャンピオンが増えたという記録の面でしか見てないのよ。覚えなきゃみたいな、そう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 、勝負タイムとか覚えなきゃみたいな、もうそういうメンタルになっちゃってるから、それはよくない、ね、これやばいでしょ。おう、これは私が治療をして差し上げないとまずいと。おうおう、なるほど。プロレスメンタリストはやっぱりこれなんていうの、 DDT の選手でこれからね、うんうん、DDT 内外でやっぱ心を病んだ方の治療をしていかなきゃいけないのかな、メンタリストとしてね、これはもう使命だと思ってます。はいはいはい、はい、なのでこれ使命させてください。まあ一応今はファンタスティックメモリーズという同じユニットのやっていくにもやっぱりそういうメンタリの人と組むのはちょっと危うさあるし、うん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 、やっぱりちょっといつかねどっかで何かあっても困るし、石井に。わかりました、はい、じゃあ9月11日広島大会で、リリティエクストリーム級選手権試合チャンピオン、男色 D の対挑戦者石井圭介で、はいね、お願いします、まあ、チャンピオンの指名で決定させていただきます、はい、ありがとう。さてですよ、うん、まあ、昨日、試合後に、はい、まあ、すったもんだがありまして、はい、はい、まあ、いろんなメンツがこうリリコさんにプロポーズをしまして、ああしてましたね、はい、で9月25日に、渡瀬、うん、ベルナール・アッカー、はい、大石誠、スーパーササダンゴマシーン、はい、この4人の、はい、まあ、フォーウェイマッチを行って、そうね、それで、まあ、リリコの結婚相手はプロレスのリングで決めればいいじゃないっていう、非常にこれはメンタリストとして私がそうさせたんでしょうね。はい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 、はい、ただね、一人相当落ち込んでる選手がいるんですよ。え、気づいてないですか、メンタリストとして。え、いや私明快な裁きですごい、さすがメンタリスト。いや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 、一人いるんですよ、同じくリリコさんにプロポーズした宮武すぐる。宮武、いやいや宮武ですよ、いたでしょ。いやいやいや、それはあなたがやばいよ。知らない、宮武ほら今怪我して欠場中の。あ、そうだったっけ。うん、あなた昨日だから怪我して試合できないんだったらもうあなたもその時点で脱落ねっつって。そんなひどいこと言った。はい、切り落としましたけども、相当落ち込んでましたよ宮武。そうだ、昨日全部撤収終わった後に、うん、末席の一番後ろでこうやって体育座りしてこう普通しないね、虚空を見つめてた。あ、それはやばい、メンタリストとして見てもやばい、相当落ち込んでるよマジで。うん、治療してほしい宮武を、先生に。あ、それはもうちょっとすぐにでも、うん、オペが必要なんです。ちょっと宮武、宮武ちょっと、え、来てんの、来てる来てる、宮武、大丈夫かな、いや、それは椅子じゃない、そこ椅子じゃない、こうやってたんだよ、末席の一番後ろで。ちょ、これは普通にヤバいね。え、これをあれと思って、宮武いないなーなんつって、うん、で、DNA のメンバーにあれ宮武はっつったら、なんか末席の一番後ろで体育座りしてますって言うから見に行ったらこんなんで。え、こんな、これはヤバいね。なんで宮武今ほら怪我してプロレスできないでしょ。できない、もう唯一のよりどころがリリコさんとの結婚しかなかったんだよ。そこをあなたに切り捨てられて、あなたのせいですよ、あなたが宮武をこんなにしたんですよ。ほらちょっと今ピクッとはなったけど全然なんないよ、ほら。あ、そうほらどうしてほら全然なんないよ。本当だこれは反応してるじゃん。そこはまた別だからさ。あ、そう。で、どうしろ、どうしてだから、どうしたらいいの。宮武にもチャンスを、怪我してるから、そんなもんリングの上で決着つけなきゃっていう、何かしらチャンスをな、宮武チャンス欲しいよな、はい、どうしてほしい、どうしたらいいの。いや、でも怪我したら試合できなくて、うん、それしょうがないじゃん。もう怪我したら結婚できないんですかね。いや別に怪我、そのね、なー、どうしたらいい、うん、代わりに試合してくれる人とかがいれば、僕、リコさんと結婚できるかもしれないですけど、チャンスが欲しいな、リコさん、知名度と結婚、知名度のことしか考えてないんだ、もう知名度せめて、リコのこと考えようよ、知名度代理ね、怪我してる宮武の代わりに誰かリリコと結婚、代理人をね立てて、その人を試合に入れて、その人が勝ったら宮武がリリコさんと結婚できる。オッケー、認めましょう、メンタリストとして。それは認めましょう。いや、よかったな、よかった、いいよ、
あんたの代わりに誰かが、うん、やってくれるって試合して、フォーベからファイブから代理が、代理、先生、はい、先生が代理をやってくれる、先生がやってくれるって先生、先生はい、今なってたプロレスメンタリストの先生が代わりに戦ってくれるんだよね。え、私が、うん、なんでいや、あなたのせいでこうなったんだから。え、ファ、ファイブAで私がそこにディーノが入って、うん、でディーノが勝ったら宮武が龍吾さんと結婚できる。それでいいでしょ。いいよな、はい、よかったな、はい、よかったな、やってくれるって、はい、先生にお礼。いいですか。お礼、ほら、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。男色先生、男色先生、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ほら、いや、あの、土下座の位置結構高いよ。土下座、土下座、土下座ってどういうんじゃないじゃん。もっと土下座しろ。結構同じ位置ですよ、これ目線とか。よかったな、よかった。こんな土下座あるんですよ。よかったな、よかった。結構高いしね、この時点で。男色先生、お願いします。絶対これでもリーコさんと結婚できるよ。結婚して、知名度よかったな。というわけで、じゃあ、渡瀬、ベルナール悪化、大島誠、スーパーササダンゴマシン、そして男色ディーノの 5A で、勝った選手がリーコさんと結婚できる。ディーノが勝った場合は宮崎が結婚できると、こういうルール変更させていただきます。あんたのために頑張るわ、はい、お願いします。それでもあんたも元気出せんのね。はい、頑張ります。わかった。何か質問などございましたらお願いします。質問だらけだな、これ。意外と具体的でないもん。特にないですね。知名度上げて何したいの、あんた。知名度ですか、うん、まあ、ワイドショーに出て、うん、新聞に載って、スウェーデンに行って、うん、スウェーデンは別に、はい、巨万の富を得て、うん、やばくてな。それはリリコと結婚すればできる。そうそうそう、まあ、もう持ってるからな。こっちっすね、そうか、はい、だからもっとその情熱をプロレスにぶつけようよ。いやだ、まあ、金持ちになるというのがやっぱ一番なんで、はい、知名度を得て、はい、夢は広がりますね。